ワルデック・ロシェは、フランスの政治家。1964年から1972年まで、フランス共産党書記長を務めた。ソーヌイコール・エイコール・ロワール・ケン・サント・クロワに、靴職人の子として生まれる。ワルデックという名前は、反共権的政治家として知られた、ピエール・ワルデック・ルソーにあやかって命名されたものである。兵役を終えた後、園芸農家で働く。 1923年フランス共産党青年部を経て、翌1924年正式に入党。ソ連に渡り、モスクワの国際礼人学校で政治学を学ぶ。帰国後、リヨン党初期を経て中央委員に選出される。1936年第3共和制におけるフランス国民議会総選挙に立候補し当選した。また、議員のから、 ラテール氏を創刊、発行した。共産党書記長、モーリストレーズの下で農業問題担当となり、農民と都市労働者に対して党の組織づくりに動いた。1939年の独ソ不可侵条約に関しては彼はフランスの国内情勢よりも共産主義者としてソ連共産党に忠実で条約について非難をしなかった。 普通アルジェリアで拘束され、1940年、ナチスドイツに、フランスが降伏すると、その後成立したビシー政権によって、逮捕、拘束されたが、北アフリカ戦線で連合国軍が勝利すると、釈放された。1943年自由フランスに参加し、ロンドンで共産党代表として活動。また、アルジェで、臨時立法議会議員に選出されている。 1944年パリの解放後、レジスタンス共産党代表としてパリに入場した。1945年共産党政治局員に選出される。同年10月の総選挙で当選し、憲法制定議会に参加。1946年第4共和制が発足すると国民議会議員に選出される。議会では農業委員会議長や、 共産党会派の指導者を務めた。ロシェは、初期長であるトレーズジャック・デュクロに次いで党内序列3位の実力者となり、1961年党副初期長を経て、1964年第17回党大会で初期長に選出される。ロシェは、ドゴールの第5共和政の下4分5列していたフランス最悪勢力の結集を図り、 1965年大統領選挙では、左翼統一候補として、共和制度会議のフランソワ・ミッテランを擁立を高く評価した。1966年12月には、共産党とフランス社会党は、選挙協定を締結している。ロシェは、共産党初期長として、党組織の若返りを図ると同時にあくまで、マルクス・レーニン主義をイデオロギーとして堅持した。しかし、 一方で、プラハの春や1968年の5月革命における、協情主義的な態度は、世論から批判を巻き起こし、次第にロシェは、精神的なストレスから体調を崩していった。1970年ジョルジュ・マルシェが初期長職を代行し、1972年初期長を正式に辞任した。ロシェは、全国初期となる。晩年は、カトリックへ傾斜し、 公式にその立場を認めた。1983年2月17日パリ、コーナンテールで死去。2005年生誕100周年を記念して行われた会合には約400人の人々が集まり、その中にはレジスタンスの生存者も参加した。ありがとうございます。